三冠氏は古代中国の炉の皇族で、春秋時代、戦国時代の炉の第十五代君主、漢口の子孫の孟孫氏祝孫氏帰孫氏のことを指す。炉の第十五代、漢口の子に生まれた三兄弟の慶保、祝賀、末優は後に、着兄の第十六代、将校の重臣となり、慶保から、孟孫氏祝賀から、祝孫氏末優から、 既存氏にそれぞれ分かれて大々羅の実権を握ることとなる。中でも特に権力を極めたのが既存氏である。第22代上皇の子である第23代将皇が紀元前517年に既存氏当主の既存以上を攻めるが逆に三冠氏の軍事力に屈し国外追放された。また第24代抵皇が就任してから8年目の紀元前502年に 貴村氏の有力家臣であった陽子が、祝孫氏、毛孫氏の家臣を従えて、三冠氏の君子を追放する反乱を起こしたが陽子は、敗れ、国外追放された。紀元前498年、貴村氏の妻であった白は、三冠の居城の破壊を命じたが、成功しなかった。抵抗の次の愛好は、三冠氏を除こうとして失敗し、炉から追放されて、古氏の地で死亡した。 その後、三冠氏は、伊丹公を建てたが、もはや、露光の力は極めて弱いものになっていた。末友貴存、高知貴既存、宿貴存、貴存以上、映画、公誌に出てくる。貴存各、貴存公益尊多貴存、巨貴存、強子祝賀公尊、ここ宿尊、徳進宿尊、教助宿尊、表宿尊、宿尊、不愛宿尊、周和田宿尊、登る敬保公尊。 こうなかまご、こくなかまご、なんなかまご、べつなかまご、はやなかまご、けなかまなかなんきなかなかとし、ありがとうございます。